おい、情けなすぎやろ、ジャイアンツ。2戦連続で完封負け？しかも、今日のピッチャーに関しては19歳かなんかやぞ。信じられへんわ、ほんまに。マジで。2試合で6安打。もうふざけすんなって、マジで。勝てるわけないやろ、そんなんで。マジで。今までは、しっかり抑えてるから少ない点数でも勝てたかもしれないけど、まあ、結局2試合連続0点やったら、どんだけピッチャー抑えても勝てないし、絶対勝てないし、マジで、なんなんて感じで、もうマジで、ほんまになんかすごく嫌な気持ちになりました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほどありましたジャイアンツ対、バファローズのね、試合解説、徹底解説をやっていこうかなというふうに思っております。はい、まず先に結果なんですけども、まあ5対0というところでジャイアンツ負けてしまいました。まあ2試合連続完封負けというところで、まあ非常に、まあ昨日もそうですし、まあ今日もですね、なかなか打てないと。まあチャンスはね、多少あるんですけども、やはりチャンスを生かせないというところ。まあその、昨日はパワーピッチャー、まあ今日もね、新人というか若いピッチャーが、ね、投げてきて、まあ非常にね、まっすぐ主体ではあったと思うんですけども、それをまあやっぱり打ち返せないっていうところで、非常にまたチームの状態がね、良くなったかなって感じはしたんですけど、今ちょっとね、またオリックスになってからまた良くないっていうところで、やはり、じゃあどこが分岐点だったのかっていうふうに考えると、この間ね、18点取ったじゃないですか。18点取ってから、やはり、特に3番、4番、5番っていう吉川、岡本、坂本っていうところが、まあ全然打ってないっていう、ちょっとデータ出してないんでちょっとわからないですけども、まあほとんど打ってないのっていう、ところでね、あの試合以降ね、全然打ってないというのがあるので、やっぱり点入らないよねって、ヘルナンデスが一人頑張っても、まあやっぱりこう、その後が続かなかったらね、2番のね、1番、2番が頑張っても3番、4番、5番がそれは全然打ててないんやったら、それは点入らへんやろっていう、ところかなというふうに思います。まあ、今日グリフィンも、まあ、めちゃくちゃ、いいかって言われたら、まあ、よくはないし、やはり、まあ、5回を3点かなっていうところで抑えてるんだけど、やっぱり、まあ、0点やったらな。負けるし。で、今までのピッチャー陣だったら、もう少し抑えてくれてはいたんですけども、まあ、それも、ちょっとピッチャー陣たちもね、ちょっとこう、点を取られ始めてるっていうのがあるんで、非常にちょっとバランスが悪くなってきてるというか、ちょっとね、チームとしてね、ちょっときつい時期がやってきてるんじゃないかなっていう感じはすごくしますと。で、今日の一言目もね、ちょっと言わせてもらいますけども、まあ、こちらになります。グリフィン、先発グリフィンの、まあ、ストレート系を非常に狙われてましたよと。で、まあ、やっぱりクリーンアップが打ててないと、なかなか点取れないよと、いうところですね。まあ、グリフィンの、まあ、投球ね、後で詳しく振り返っていくんですけど、やはり今日のね、まあオリックス打線、もしかしたら見てる方も思われたかもしれないですけど、初球から積極的に振ってきたんですよ。もう初回からね、もうブンブン振ってきたんですよ。で、僕が思ったのは、まあストレートをね、狙ってきて、ストレート系の速いボールを狙ってきて、それは全然わかるんですよ。相手も狙ってきてるなっていうわかるし、で、実際、じゃあ、そうされるとね、どうしていくかっていうのが何個かパターンあるんですけど、まあやっぱり変化球を主体にするとか、逆にストレートの強いボールでファールを取っていったりするとか、いろいろあるんですけども、今日のグリフィンの投球というかね、からするとですね、まあ、ストレート系をバンバン狙ってきてるんだけど、ストレート系行きますと。で、結果前に飛ばされてヒットになりますっていうところがあるんで、だったら、まあ、はじめ変化球で行っても、よかったんじゃないかなっていうふうに思うし、もうちょいね、なんて言うんだろう。まあ、負けたから言うわけではないんだけど、やはり西川選手というところにね、まあ、やられているわけじゃないですか。昨日もね、タイムに打たれて、今日も打たれてるわけなんで、やはり同じバッターに、ましてやね、昨日も先制タイムリー西川選手だったと思うんですけど、やっぱりその選手に打たれないように配球していかないといけないと思うし、やはりこう、意識させないと、何かのボールを意識させて、違うボールで打ち取っていくっていうやり方をしないと、やはりね、バットコントロールもある選手なんで、やっぱ乗らせるとね、チームも全体上がってくると思うんで、
そういったところでバッテリーというか、特にキャッチャーというところもそうですけども、もうちょいなんかやれたんじゃないかなというふうに、僕は正直思いました。まあ後で詳しくは、説明していきます。で、じゃあね、得点シーンさらっと振り返っていきまして、右側でね、僕が気になったところを詳しく、わかりやすく、解説していきたいなというふうに思っております。見てくださいね。OK、いきます。はい、じゃあ行きます。まず1回表、先制されましたと、バッファローズにね。はい、2アウト3塁で西川選手に、センター前ヒット打たれまして、まあこれも甘く入ったんですけども、まあ1点取られますと。で、4回にもですね、ノーアウト満塁から頓宮選手のライト前ヒットで、まあ2点を取られてしまう。うん。で、この時点で3対0と。で、まあ、ずーっとジャイアンツはたこ焼きついておりまして、で、8回にもですね、2アウト1、2塁で、またも、頓宮選手に、センターの横ですね、センターの横に抜ける、ヒットを打たれまして、まあ、3塁狙って、3塁でアウト取ったんで、まあ、その回、これでチェンジはなったんですけども、まあ、2点入ってしまって、というところで5対0というところで負けております。じゃあ、右側でね、僕が気になったところを、まあ、一個一個ね、わかりやすく解説していきたいな、というふうに思ってます。はい、まず、1回表ですね。まあ、先制点を取られたというお話をさせていただきましたけども、やはりね、ストレート系めちゃくちゃ振ってきたんですよね。うん。で、まず先頭バッターの中川選手も初球のストレートを打ち返して、まあ、2塁打。で、ノーアウト2塁での宗選手のライトフライ、タッチアップしたんですけども、それも1球目のカットボールね。まあ、これも、まあ、ストレート系ではあるんでね。カットボール。で、ライトフライで、タッチアップ。で、ワンアウト三塁から太田選手は空振り三振。まあ、これはすごく、まあ、スプリットとストレートを使いながら最後カットボールで、まあ、仕留めましたと。そこは良かったと思います。ただ、ここですよね。ツーアウト三塁で西川選手センター前ヒット。まあ、ツーシーム一球、インサイド一手で、カーブ、カット、で、最後ストレートが甘く入って、ヒットというところで、まあ、僕だったらもっとね、インサイドを初めから行ってもよかったんちゃうかなって。まあ一塁空いてるし、まあ西川選手がめちゃくちゃホームランあるかって言われたら、まああるんですけども、そこまでね、ホームランをパン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 打つようなバッターではないと思うんで、やっぱりこううまく当ててくるとか、ミートしてくるっていうバッターだと思うので、だったらもう初回から昨日ね、低めのフォーク行かれたんだったら、もうどんどんインサイド、ツーシームがあると思うんで、もうどんどん行ったらいいと思うんですよ。それぐらい初回のね、1打席目、1塁も空いてるわけなんで、それぐらい行っても僕は良かったんちゃうかなって。で、結局ストレートの甘いの打たれてるぐらいだったら、うん。僕はもっと初めからもう、ツーシーム3球4球行っても良かったんちゃうかなっていうふうに正直思いました。はい。で、まぁ、紅林選手はまぁ、センターフライで、まぁ、この回終わりと。はい。で、次気になったところ、これ4回表ね。はい、4回表。まあ、この回は、まあ、点を取られた回なんですけども、まあ、先頭バッターのね、これ、太田選手にセンター前ヒット。これもね、カーブで見逃しでストライク取って、ワンストライクじゃないですか。で、次、例えばね、ボール球を使っても、全然いいカウントであるんですけども、大城さんは外のストレート、ボール球ぐらいを構えてたんですよ。構えてたんですけど、それがど真ん中に入って、ヒット打たれたっていうところ、これもったいない、非常にもったいないですよね。うん。やっぱりこう、例えばね、インサイド見せるんだったら、例えばインハイに見せたりとかっていうこともできる中、まあアウトサイドのボール球も構えて、それがど真ん中に入って打たれたっていうところで、やはりバッターもワンストライク取られてますから、打ち気になってくるわけですよね。そういったところで、まあそこでも一球もったいなかったなっていうのは非常にありますと。で、ここですよね、ノーアウト一塁西川選手、ドラッグバントで、まあ内野安打という形なんですけど、まあ、こういったこともできるからすごくいい選手だっていうふうに言われてるんだと思うんです。まあ、昨日もヒット打ってますと、今日も先ほどもヒット打ちましたと、一回ね。で、まあ、やっぱ、相手も、まあ、相手もっていうか、ジャイアンツも絶対打ってくるだろうっていうふうに思ってる中、そこで、意表をついてドラッグバントね。で、左のグリフィンなんで、ピッチャーとセカンドぐらいの間、ピッチャーとファーストぐらいの間にポーンってこう強いのやられると、グリフィンからすると逆手になるんでね、取りにくいと。で、足にも自信があるというところで、まあ、内野安打になってしまうというところで、まあ、これはもう完璧に、まあ、自分がどういうふうに思われてるかっていうのを客観視して、グリフィンという左ピッチャーの中、完璧に狙ってやってるんでね、そういったところもすごく野球センスが出てるなというふうに思います。で、ここもったいなかったですね。ノーアウト1、2塁で、紅林選手がバントの構えをしてくれてたんですけども、それを、まあ、カットボール行って、まあ、引っかかって、それで足のつま先に当たってデッドボール。これも非常にもったいないですよね。うん、まあ、一個アウトくれるよっていうふうに言ってるわけですから、うん。っていうところで、デッドボール、これは非常にもったいないと。で、ノーアウト満塁、頓宮選手のライト前ヒット。まあ、これも一球目のね、カットボールなんですよね。まあ、ストレート系じゃないですか。
で、詰まったんですけども、まあ、ライト前に落ちると。で、ここの、まあ、二塁ランナーの西川選手の打球判断なんですけど、まあ、ノーアウトっていう、カウントはですね、あまり、まあ、無理をせずに、行ってもいいというカウントなんですよ。なんでかっていうと、例えばね、これ西川選手が、いい判断をしてね、ホーム帰りましたけども、例えばこう、丸選手がね、バーンって飛び込んで、例えばこう、キャッチしたらダブルプレイになっちゃうわけじゃないですか。うん、っていうところがあるんで、ノーアウトなのにもったいないっていうか、あの、考え方があるんで、ノーアウトっていうのは非常にまあ、保守的じゃないけども、まあ、ほんまに確実にいけるんだったら、あ、行ってもいいよっていう、走塁をね、するんですよ。逆にまあ、ワンアウトとかだったら、そういう風なね、ことはしなかったりとかするんですけども、これノーアウトで、打球判断がね、非常に良かったというか、次のラン、三塁ランナーを追い越すぐらいのね、感じで、打球判断をしてたんで、これは、非常にね、僕も、もしかしたらライトギリギリ取るかもっていう風に思ったぐらいの打球だったんですけど、それをね、まあ、詰まった、当たりであったりとか、まあ、外野手の守備位置も多分確認は絶対してるだろうし、そういったところも、まあ、2連発でね、この野球センスを見せつけられたというか、まあ、非常にね、まあ、西川選手、いい選手だなっていう風に思いました。はい。でですね、4回裏ですね、次気になったところですね。まあ、ここなんですけども、まあ、先ほどね、クリーンアップが打てないというふうなことを言いましたが、まあ、先頭吉川選手がフォアボール出ますと。で、ノーアウト1塁で、岡本選手、まあ、デッドボールになるんですよね、スライダーで。スライダーが抜けて、デッドボールバーンになるんですよ。で、この時って、大体、まあ、ピッチャーもそうですけども、キャッチャーも、やはり、その、当てたボールって、やっぱ投げにくかったりするんですよ。例えば、これがね、ストレートで、インサイド構えてて、バーンって当たるぐらいだったら、まだね、思わないんですけど、この場合、スライダーという球種が、抜けて、こう、岡本選手に体に当たってるわけですよ。だから、どっちかっていうと、その制御できずに抜けて当たってるんで、やっぱりキャッチャーとしても、ピッチャーとしても、次もね、同じ右バッターなんで、抜けるかもしれないとかっていうのは、やっぱ怖いわけですよ。ってなってくると、まあ、ゼロではないんですけども、やはり、そのスライダーという球種を投げてくる確率っていうのは、次のバッターに関しては、減るわけですよ。どう考えても。で、だから僕は、坂本選手には、今日ね、そのスライダーという球種を外せば、まっすぐとフォークだけなんですよ。ほとんどね。ほぼ。まあ、カットボールもたまにありましたけども、ほぼまっすぐとフォークなんですよ。だから、その2球種で待ってほしかったんですよね。坂本選手クラスだったら、2球種だけで、張ることができたら、まあ、大体いい打撃はできると思うんですよ。なんだけど、そこで、この坂本選手が空振り三振をしてしまうと。ストレートのボール。で、ストレートで、ファール。で、フォークボールで空振り。で、ストレートで、三振というところで、まあ実際ね、これもね、ストレートとフォークしか来てないじゃないですか。スライダーやっぱ抜けちゃって怖いから投げるのがね。で、そこで、多分、坂本選手も分かってたと思うんだけど、そこを、やっぱりその、対応できないっていう、その、打撃の不振。まあ、僕はおそらくですけども、多分、体調があんまり良くないというかね、体の方があんまり、本調子じゃないから打撃にも影響が出てるというふうに僕は、考察してるんですけども、まあ、そういったところで非常に、まあ、3番、4番、5番があまり打ててないというのは厳しいかな、というふうに思いますと。で、次気になったところ、ここね、5回表。はい。ここは良かったところなんですよね。ここワンアウトから宗選手が、まあライト、二塁で打ちましたと。で、ワンアウト二塁で大田選手のセカンドゴロでランナー三塁と。で、ツーアウト三塁で西川選手、まあこれショートゴロ打ち取った場面なんですけど、これね、先ほど僕、一回表の時に、これセンター前ヒット打たれた時に、もっとツーシームインサイド行ってよかったよって言ったじゃないですか。昨日のフォークボールを拾われたヒットもそうだし、やっぱりある程度意識させないと何かの球種をね、球種であったりコースを意識させないと、ポン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 打たれるぞっていうふうなことを言いましたけども、ここで、5回表のね、この2アウト3塁の場面で、ツーシーム、インサイドのツーシーム4球いったんですよ。で、西川選手嫌がった形で、まあ、ショートゴロになったんですけど、まあ、これはっきり言うけど、これ間違いなく大城さんの配球ではないですね。うん、間違いなく言えますけども。はい。正直、まあ別に大城さんを批判するわけじゃないですけども、こういう配球っていうのは僕は大城さんがマスクを被ってる時に、してるのをほとんど見たことがない。うん。こういうバッターが嫌がるような、ちょっとこう意識させるような、
配球というのを見たことないし、まあ中継も僕見てましたけども、まあベンチを見ながらね、サインを出されてたんで、多分おそらくこれ安倍監督のサインなんですよ。だから、まあピンチの時は結構サインね、出されてるのは知ってるんだけど、やっぱこういう配球ってめっちゃ大事なんですよ。うん。僕も、2軍のね、2軍で試合出てる時に、安倍さんからね、こう、サインが出て、その通りにやったことあるんだけど、でもやっぱり安倍さんのサインって、まあ、打たれる時もあるよ。打たれる時もあるんだけど、やはり、ピンチになった時とか、やはりこのバッターはどうしても抑えないといけないっていう時に出したりするんですよ。そういう時の配球って、やっぱり相手に意識させる配球であったりとか、バッターからしたら嫌な配球するんですよね。やはり自分も、安倍さん自身も、まあ、あんだけホームラン打ってすごい打者として、活躍されたわけですから、嫌なこととか、やられたら、自分が、バッター側が、嫌やなとか、意識してしまうなっていうことはわかるわけですよ。だから、こういう西川選手がね、こう、また乗らせたらダメじゃないですか。っていうところで、ツーシームね、4球インサイド行って、まあ、結局抑えてるわけなんで。だから、こういう配球を、大城さん自身がね、別にベンチを見なくてもやってほしいと思うし、まあ、今年を見ると、岸田選手とかも、まあ、サインを出されてるところは、中継で見るんだけど、でも、その、見てない時でもこういう配球をね、岸田選手自身がやれたりとか、してるんで、だから失点がね、少なく抑えられてるのかなっていうのは僕はね、思うんですよね。で、次気になったところは、これ5回表ね、5回裏ね、まあ、先頭の出口選手が、まあ、いい打球をね、右中間に打つんだけど、杉本選手がね、ファインプレーするというところで、まあ、これがね、もし出て、抜けて、まあ、二塁打であったりとか、三塁打とかになってたら、まあ、試合展開はもしかしたら変わってたかもしれないですけど、まあ、やっぱり大体点取れない時っていうのは、相手のファインプレーが出たりとかする時なんですよね。はい。まあ、非常に厳しいというところですね。で、6回裏ですね、ここもね、ひどかったって言ったらあかんけど、きついよね。先頭のヘルナンデス選手が、まあ、その、レフト前ヒット打ちましたと、おこれ、あるぞと、3番、4番、5番やぞっていう風なね、ところになってきてるにもかかわらず、吉川選手、レフトフライ、まあ、岡本選手、空振り三振、まあ、これはカットボールとシュートね、に翻弄されて、まあ、横の揺さぶりでやられましたと。で、坂本選手も見逃し三振、まあ、ストレート2つにカットボール2つというところで見逃し三振、まあ、井口投手がね、この回から投げてるんですけど、結果、ノーアウトランナー一塁か。っていうところで、3番、4番、5番で、一つもランナーも進まないし、一つも、まあ、何か動きをつけることなく、進められなかったっていうところ、点を取れなかったっていうところあるんで、まあ、非常に、まあ、この3人が打ててないっていうところでね、非常に、まあ、そら点入らへんやろっていうところはあります。はい、7回ぐらいですね。次気になったところ。はい、ここは、まあ非常に、小田島投手ですね。非常にいいピッチャーやなというふうに思いました。まあこのピッチャー、この回ですね、富山投手が上がりまして、大城さんをワンアウトからデッドボール。で、ワンアウト一塁で、出口選手がセンターフライ。で、ツーアウト一塁で、代打の岸田選手が、フォアボールというところで、まあチャンス作ると。で、ツーアウト一塁で、丸選手がね、ショートゴロ内野安打というところで、満塁のチャンスね。これ非常に絶対絶命というところ、絶対絶命、というか、ジャイアンツからしたら非常にいい場面っていうところで、ツーアウト満塁で、まあ、ピッチャー小田島投手が出てきますと。で、まあ、この投手の、なんかこう、プロフィールなんか見てると、18回、なんか連続なんか、すいません、間違ってたら申し訳ないですけど、まだ点取られてないというところがありましたと。まあ、日本ツーンかななんか社会人から来られたみたいで、非常にまあ経験もあるというところ。で、まあヘルナンデス選手がまあ結局これサードゴロに打ち取られたんですけど、まあこれはね、非常にね、バッターとしてはめちゃくちゃ打ちにくいというかね。まあ普通ね、ツーアウト満塁で出されたら、ピッチャーがね、出されたらやっぱ緊張もするし、やっぱりコントロールミスとかってあったりするんですよ。だってこれフォアボールでも点入るわけですから、ツーアウト満塁からね。だけど、これね、もしよかったらみんなチャート見てもらいたいんですけど、野球の速報のチャート見てもらいたいんですけど、これね、本当にね、全部アウトコース低めに集まってるんですよ、球。だから、なかなか打てないなというふうに正直思いました。ストレート行って、シンカー行って、ストレート行って、シンカー行って、最後ストレートね。ストレートとシンカーしか投げてないんだけど、もうその球をね、もう本当にアウトコース低め。もう本当に、こういうチャートがあったら、もうここしか来てない。もうこの辺の出し入れ。っていうところで、球も低く抑えられてるし、初めてのピッチャーでね、これはなかなか打ちづらいのなって。まあ、ヘルナンデス選手もね、まあ、打ってもらいたいのは打ってもらいたいんだけど、これはピッチャーが一枚上手というか、これはよくやりよったなというか、
非常にね、いいピッチャー。これ覚えておきたいなと思いました。小田島投手ね。非常にいいピッチャーだなというふうに思いました。で、最後、8回表ですね。まあ、ここ、まあ、結局、点を取られる場面なんですけど、まあ、高梨さんが、この回から投げて、宗選手をショートフライ。で、ワンアウトから太田選手を、まあ、ライト前ヒット。で、ワンアウト一塁で、西川選手を空振り三振、取りましたと。で、ツーアウト一塁で、紅林選手に、センター前ヒット打たれた時に、ここでピッチャーを平内投手に変えると。で、まあ、別に打たれたからとか言うわけじゃないんだけど、まあ、その、トム選手ね、右バッターじゃないですか。で、高梨さんの、まあ、今日のね、今日までのというか、防御率見てみると、右バッターね、もう非常にね、抑えてるっていうのがあるんで、僕はこれ、継続というか、系統というか、そのままでも良かったんちゃうかな、っていうふうに正直思いました。まあ、平内投手も、まあ、アジア大学で、まあ、トム選手もね、アジア大学っていうのがあるんで、まあ、どういうピッチャーかっていうのは、トム選手は、分かってると思うんで、そういった意味でも、まあ、高梨さんのままでも、僕は良かったんちゃうかなっていうふうに思いました。で、それで、負けてるんだったら、9回平内投手で、良かったんちゃうかなっていうふうに僕は思ったんですけど、まあ、まあまあまあ、まあ、結局ね、まあ、点取れてないんで負けるんですけども、うん。まあ、そういうのは、ちょっと正直、思ったところはありますと。まあ、書いてないんですけど、まあ、9回表ね、まあ、大江が投げて、まあ、すごくフォアボール3つ出して、まあ本人もね、もう顔もこわばってたし、まあ、どえらいところ、宗選手のこの背中が通してたりとかしてたんで、まあ相当なんかそのフォームが崩れてるのか、だいぶこう調子が悪かった感じですけども、なんとかこれ抑えてね、まあ0点でやりましたけども、まあちょっと内容としてはちょっとあまり良くなかったというのがあるんで、もしかしたら投手の入れ替えとか、ああ、そういったこともね、あるのかなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、まあ、今日5対0というふうに負けましたと。まあ、2試合連続完封負けですよっていうところで、ちょっとね、厳しい感じはしてますと。ピッチャーも、まあ、ちょっと熱くなってきて、まあ、疲れも溜まってるだろうしっていうところ。で、バッターも、この間まで良かったんだけど、あの18点取ってから、なかなか特にクリーンアップが打ててないというところがあるんで、やはりちょっとこの、ちぐはぐ感というか、まあ、それがまあ、チームというか、まあ、その、チームってよく生き物や、みたいな感じで表現される方もいらっしゃるんですけど、まあ、今のジャイアンツとか見てると、やはり本当にちょい、つい先日までめちゃくちゃ打線も良かったのに、いきなり落ちたりとか、そういったことで、まあ、やはりこう、采配してる安倍監督も非常に、まあ、今日のね、会見の動画とかも見ましたけども、すごく悩まれてるというか、まあ、どうしようかなっていうふうに考えられてると思うので、僕もね、何かね、この YouTube で、まあ、案を出したりとか、僕の言いたいこととかは、積極的にね、発信していこうかなというふうに思っておりますので、今日の動画面白いと思ってくださった方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録もね、忘れずによろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。